はい、シンシンです。今日はですね、オイルランタンの魅力について語っていきたいと思います。まず一つ、ロマンティックな雰囲気。オイルランタンはですね、その柔らかく温かな光とゆったりとした雰囲気で知られております。デートやアウトドアの夜にロマンティックな雰囲気を演出するために使われることがあります。そして、明るさと持続性。オイルランタンはですね、長時間にわたって明るさを保ちます。キャンプサイトや停電時の照明として非常に役立ちます。そしてこのアンティーク感、オイルランタンはですね、そのデザインからアンティークな雰囲気を醸し出します。ヴィンテージ調のデザインや材料が多くの人にとって魅力的です。そしてですね、耐久性。オイルランタンは堅牢で耐久性がありまして、アウトドアでの使用に適しております。風や雨に対しても丈夫です。そして伝統と歴史。オイルランタンはですね、歴史的な照明デバイスとして長い間使用されておりまして、多くの伝統的な価値があります。でその使い方や維持方法は多くの文化で受け継がれております。でさらには災害時の備え、オイルランタンはですね、非常事態や停電時に頼りになる照明です。予備の燃料を用意しておけば緊急時に役立ちます。オイルランタンはですね、その美しい光と実用性から、キャンパーやアウトドア愛好家、ロマンチックな夜を楽しむ人々に愛されています。その魅力は独自の雰囲気と実用性を組み合わせております。とまあこんな感じで魅力的なランタンになってはいるんですけれども、フロハンドランタン見ていくとですね、こんな感じで紙パッキンになってますね。びっくりしたのが、あのこのつまみ部分のこのなんていうかな、あのキャップ部分がですね、非常に作りが良くてですね、もうシャラ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 ってくる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 って回るぐらいしっかりしてます。で大きくてですね、周りにそのギザギザがついてるので、非常に回しやすいものになっておりました。であとね、真ん中のバーナーの部分の下にはですね、パッキンが、ついておりませんでして、 CS ランタンにはねついてるんですけれども、でこのランタンね、ちょっと4つ持ってますけど、なんか1個ずつね、やっぱ特徴があるのか、燃え方に癖があるので、あのね、全部ね、そのウィックっていうか、その芯の部分の形をね、いろいろ試さないと、なんか自分の好みの炎になかなかならないっていうのがありましたね。で僕はもうケロシン、灯油ですね、白灯油、あのガソリンスタンドに売ってる灯油でいいんですけど、あの白灯油っていうのがその純度が高い灯油っていうことで、まあ、結構値段するんですよね。600円か700円ぐらいだったかな。でもガソリンスタンド、あ、これですね、これ僕ね、いつもね、もう反対につけます。まず先っちょを沈めて芯に浸してから、このように元に戻して、で入れますね。よくあの何て言うか、30分待ちましょうとか、なんか1時間念のために待ちましょうとかってあるんですけど、あの揮発性の高いその灯油なので、まあ、僕はもう最初に、頭から突っ込んだ後で元に戻して、もうすぐあの点灯しております。これがね、シャラシャラシャラって、他のデイツとかそのキャプテンスタッグのランタンって、なかなかあの溝がね、あれ合わないな、溝が合わないなとかっていうのがあるんですけど、フィアハンドランタンは本当にその辺のコンビニで売ってるアルミ缶のボトルぐらいね、シュルシュルって綺麗にはまりましたね。はい、このような形で、僕のフィアハンドランタンに関しては本当にあの浅い台形のウィッグの形がこのような炎の形になるので、そのようにしました。で上を見ていくと、こっちがフィアハンド、こっちがデイツになってます。基本性能はね、もうほぼほぼ同じなので、もうどれも作りは同じで、どれもオイルランタンなんですけど、やっぱりね、一つずつ、まあ、特徴があるといった感じですね。まあ、ギターでもね、パッと見ストラトキャスターで何台か並んで、どれが全部違うのって言ったら、まあ、ギターなんですけど、やっぱそれぞれにね、細かい部分が違うことがね、あるんですけど、ランタンにも同じようなことが言えましたね。作りがね、堅牢だったり、なんていうのかな、フィアハンドに関してはドイツだからか、硬いんですよね。なんか硬いんですよ。カチカチとか節々が硬いとかじゃなくて、作りがね、しっ
かりとカチコチしているっていう。でその次にデイツかな。デイツもね、作りデイツの方が作り悪いような感じがします。当たり外れが多いのかわかんないですけど、CS ランタンに関しては柔らかい感じなんですよね。柔らかいけど、まあ何ていうかな、遊びがあるっていう感じかな。ちょっとグラグラしてたりとか、まあでもかっちりしてるっちゃかっちりしてるんですけどね、しっかりしたいいものだとは思います。パッキンとかね、しっかりと2つついてますし、まあ初めてねフュアハンドランタンを手にしていいなーって改めて思いますね。やっぱかっこいいっすよね。はあ、このエンボスのね、なんか文字の感じとかも、まあ、人気なのがなんかよく分かった感じですね。まあ、ちなみにこれはシェードがある時とない時っていう、左が CS ランタンのシェードあり、でこっちシェードなしの場合、やっぱねテーブルに置くとよく分かるんですけども、下の方に照射する光というんですかね、やっぱ全然違いますよね。このようにで純正がね2750円だったっけな。でもあれいいなと思ってるんですけどね、純正のやつ。まあそれを CS ランタンのシルバーのタイプでしよっかな。900円ぐらいでね、安いんでいいなと思ってるんですけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。またランタンについて動画もアップしたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。